バウハウスは1979年にデビューしたイギリスのロックバンド。名前はドイツの芸術活動バウハウスから由来している。当初はバウハウス1919 19という名前だったが、コマーシャル的なアピールのために1年も経たずにバウハウスに改名。ゴシックロックの先駆といえるバンドである。時にパンク以上に激しい曲もあり、視覚的パフォーマンス。 特にボーカリストであるピーター・マーフィーのステージング等は評価が高い。またシングルの B 面は実験的なアプローチで、ダブやサウンドトラック風の楽曲、さらには各々のメンバーによるソロ的アプローチの1.23.4という曲も存在しバウハウスの原点が垣間見られ、ポストパンクのバンドでありながら、シュールレアリズム、バレエ等の要素を取り入れ演劇的なステージングで人気があった。 デビット・ボーイのジギース・ター・ダストや T-Rex のテレグラム・サムをカバーし、グラムロックの新たなる継承者として賞賛を受ける。後期は、ピーター・マーフィーと他の3人との間における音楽性の相違によって中互いを招き、1983年5月に初来日公演を果たすものの、同年7月5日にロンドンのハマースミスにあったハマースミスパレスでのライブを、 最後に解散に至る。その後、マーフィーは、ポール・ヴィンセント・ロー・フォード、元ジャパンのミック・カーンと組んだ、ダリズカーを経て、ソロ活動へ、他の3人は、ラブロケッツを結成した。1998年再結成。再来日も果たした。デイビッド・ジェイとケビン・ハスキンスは兄弟である。ありがとうございます。